今回は街中で見かけた深田恭子さんがすごいということで見ていきたいと思います。で先日ですね、杉本博之さんと破局して、で、まあ、演出家の方とね、まあ、浮気というか、まあ、そっちの方と仲いいんじゃないかという動画を上げました。でその演出家の方がですね、今写真出ていますが、福田亮介さんという方のようです。ただ今回はですね、街中で見かけた深田恭子さんの写真を見ていくので、まずですね、杉本博之さんと電車デートをしている時の写真ですね。他にはですね、飲み会の帰りですよね、友達と飲んで、まあ、タクシーに乗る時、まあ、ちょっとお酒を飲んでね、フラフラしている感じもありますが、まあ、やっぱりスタイルの良さとね、顔がめちゃくちゃ小さいなという印象があります。で深田恭子さんの、まあ、街とかですね、デートとか調べるとすごい数出てくるんですよね。例えば普通に外歩いているだけの時もありますし、スーパーで買い物をしている時も、まあ、小顔でねスタイルがいいんで目立つのかもしれませんが、まあ、かなり多く出てきます。まあ、どれもねやっぱり美人だなっていうのが分かる写真になっていますが、まあ、今回は街中で見た深田恭子さんがすごいということで、こちらを紹介させていただきました。